ンくん、どうしたの？あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何？ほら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、孫くんが免許をね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。本当か？でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ？そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いな、ブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。父。ああ、悟空さん、車はどうだったべ？材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一応集めてみっか。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった、ピクロ。また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。ふん、いいだろう。悟空さん、今無天老様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで何だって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。
ウッパたちが暮らしてんはこの辺りだよな。じっちゃん、オラに何の用事だろう。どう？やあ。へへへ。へへへ。おい！よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。へへ。
へへ、うまそうな魚だな。よし。そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。よし。うまそうな魚だな。おら、早く修行してんだけんど。よし。どんなもんで。うまそうな魚だな。Ah.
はて、やれやれじゃな。とにかく行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ、久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。ああ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、オラ肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。お前が訪ねてくるとは珍しいな。
おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え、そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな、ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかな。お、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってるぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食いもんならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。
と少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやるか。Yeah!
もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。